沖縄県立武道館は沖縄県那覇市の沖縄県栄王山公園内にある武道館である。1995年2月1日に開館。アリーナは最大3000名収容可能で武道以外にもコンサート、展示会などの開催に対応できる。2010年開催のチュラ島沖縄総体では弓道と薙刀、柔道が開催された。2019年に 南部九州で開催の感動は無限大南部九州総体2019では相撲となぎなたが開催。2018年には青永雄志前沖縄県知事県民総が当地で取り行われた。2012年にはミスインターナショナル世界大会が当地で開催され、吉松育美が日本人として同コンクール初のグランプリに輝いた。 沖縄県立大山公園体育館は、現在沖縄県立武道館がある場所にかつて建っていた施設である。略称は奥竹山体育館。開放国体では柔道の会場として使用された。また、プロボクシングの世界タイトルマッチやプロレースの興行も開かれた。プロレスラー藤波達人の著名なエピソードでもある飛竜、革命はこの会場での興行のものである。 アリーナ追う山公園沖縄県立武道館琉球新報10月に沖縄でミス世界大会歴代入賞者らが会見2012年4月24日閲覧猪木さんとの60分フルタイムドロー藤波達司4読売オンライン https www 読売 COJP ライフスペシャルプラウアーズ 20156038t5410html2019 年1月23日閲覧ありがとうございます。